ベルクホーフは、ドイツ南東部バイエルン州のベルヒテスガーデンの近郊、オーバーザルツベルクにあった、ナチスドイツ総統、アドルフ・ヒトラーの別荘。第二次世界大戦中に、ヒトラーがボルフシャンツへの次に、多くの時間を過ごした場所である。ヨーロッパ全土に位置していた、総統大本営の一つとしても知られている。1935年に再建、拡張、名称変更が行われ、 その50年足らずの間、ベルクホーフ自体は、機能的な相当の住居であった。1945年4月下旬、英国空軍の空襲を受けて、大破損傷した。5月上旬には、撤退する武装親衛隊に火を放たれ炎上。さらにここに到着した連合軍によって略奪が行われた後は長らく、廃墟となっていたが、一帯の土地が、米軍から、 バイエルン州に返還された後、ネオナチの聖地化することを恐れて、州政府により1952年4月30日に爆破解体された。その後、1995年から2000年代初頭に、かけて残っていた残骸の大半が撤去されるか、埋め立てられた。現在、跡地のほとんどには植林された木が生い茂っており、残るベルクホーフの痕跡は、 わずかな石組みなどの瓦礫のみである。現地にはベルクホーフについて紹介したプレートが建てられている。ベルクホーフの大広間、ベルクホーフのテラスにて、エーハブラウンとヒトラー。現在のベルクホーフ跡地。木に覆われている南バイエルンの避暑地として知られた、ベルヒテスガーデンには、ハウスバッフヘンフェルトという別荘があった。1928年の夏、ここに、 秘書のため訪れたヒトラーはこの家が気に入り、所有者であるナチスト員インの実業家婦人と、月々100ライヒスマルクという破格の家賃で賃貸契約を結んだ。ヒトラーは姉のアンゲラヒトラー、その娘のゲリラウバル、フリードルラウバルをここに住まわせ、管理に当たらせた。ヒトラーはしばしばこの家を訪れ、党の幹部会議も開催した。 1929年5月29日、ヒトラーはバフヘンフェルトを4万ライヒスマルクで買い取った。買い取り費用は自身の政治的著書、我が闘争の印税から賄われた。小さな謝礼様式の建物は建築家、アロイス・デガーノの手によって1933年にサンルームと小さなガレージが増加築され、この時から三層は2棟の建物を持つようになる。 1936年には母屋を横に大きく広く、ガレージも長く大きく、余裕を持たせた改築がされ、この時から山荘はベルクホーフと呼ばれるようになった。ベルクホーフには大きなテラスが作られ、大きく色とりどりのリゾート風のキャンバスのようなアンブレラが特徴的であった。入り口にはマヨリカ風のポットに植えられた好奇心をそそるようなサボテンの展示があり、 今の壁は高価なスイス末によるパネル張りであった。ヒトラーの大きな書斎には電話の交換台もあった。図書室には歴史、絵画、建築、音楽などの本が並んでいた。設計にはヒトラーも一部関与していた。大ホールには巨大な赤い大理石のロダナと共に、ゲルマン風の高価な家具と巨大な地球儀があり、ポーランドなどから略奪した絵画が飾られていた。 一つの壁の裏には映画の投影用ブースがあった。一枚ガラスの大きな窓は山を覆う圧倒されるような雪景色を見るために壁の中に下げることができた。家は多くのハウスキーパー、庭職人、料理人、他の家事の手伝い人により小さなリゾートホテルのように維持されていた。ヒトラーは当初イボ姉であるアンゲラ・ヒトラーに管理を任せていた。しかしアンゲラは ヒトラーの愛人となったエーファ・ブラウンと反りが合わず、エーファをベルクホーフに滞在させないことがしばしばあった。1936年8月にアンゲラが再婚して、ベルクホーフを去ったため、エーファがベルクホーフの影の女主人となった。この場所は、私のものとヒトラーは1938年出版の英国雑誌、ホームズガーデンスの著者の言葉を引用した。 私が稼いだお金で建てた。フランスの外交官より、ワシノスのあだ名が付けられたケールシュタインハウスは、1938から39年に、ベルクホーフの上方の山の山頂に建てられた。しかしヒトラーは滅多にそこには行かなかった。近くに建てられた、滑走路や、警備や、サポートスタッフのための建物など、ナチスのリーダーの家は巨大な複合施設であった。 計画に必要な土地を得るために多くの地域住民は家を売り立ち抜くことを要求された。1930年代、ベルクホーフはドイツ人観光客にとってちょっとした観光スポットであった。そのためこのエリアに入るための厳しい規制が行われた。ヒトラーの政権獲得以降は外国の要人や西軍関係者もベルクホーフを多く訪れるようになり、 オーバーザルツベルクには、ゲーリング、ボルマン等の幹部が別荘を構えるようになった。彼らの別荘も戦後に完全に撤去されている。フロムハウス・ウェイケンフェルド・ツー・ザ・ベルク・ホーフ。2000年7月20日、2013年7月10日、閲覧。ありがとうございます。